皆さんこんにちは、あおいです。はーい、今日は久しぶりに購入品紹介をやっていこうと思います。で、最近買ったものからちょっと前に買ったものまでまとめて紹介していこうと思うので、ちょっと量が多いのでサクサクっと紹介していこうと思いますので、よかったら最後まで見てください。じゃあまず一つ目はこちら、ユニクロの、メンズレディースもいけるユニセックスのトップスです。ジップパーカーです。こんな感じ。これネットで買ったんですけど、私は XS の色味はネイビーを購入しました。よく見るとね、ちょっと黒っぽく見えるんですけど、光に当たるとネイビーです。はい。で、着心地がすごい良くてヘビロテしてるんですけど、ニット1枚できてもチクチクしない素材で、すごく着やすいです。で、ジップパーカーなんですけど、まあ、ここまで締めててもいいんですけど、私的には結構このデコルテを見せてあげて、ちょっとね、この辺を見せることによって女性らしさも出るし、私はここにジュエリーとかをジャラッとつけたいので、こういう感じで開けています。なので1枚でね、着れる季節の春先になってもこれはすごい使いたいなと思っております。インスタとかでもすごい質問があったんですけど、ユニクロでした。じゃあ次、そのユニクロ続きでこちらを紹介します。じゃーん、こちらはユニクロ U で買いましたカーディガンです。こんな感じ、ちょっとね、ショート丈の薄手のカーディガンになっています。サイズは XS で、色味はクリームっぽい白みたいな感じです。もう一色あって黒もあったんですけど、私はこっちの色味にしました。黒のカーディガンで別で持ってたりとか、別で買ったので後で紹介するんですけど、なのでこっちはこの色味にしました。で、結構素材がもう薄くなってるので、春先も使いやすいし、今からでも使えるしって感じで、まあ、カーディガンって年中使えるし、まあ、私最近カーディガンにハマってるんですけど、なんか結構撮影の時とかってメイクをしてからさ、洋服に着替えることが多いので、そういう時とかって、まあ、なんか普通のニットとかだとこう顔についちゃったりするので、カーディガンとかだったら脱ぎ着がしやすくて、すごく着る回数も多いので重宝しております。なのでこのカーディガンもゲットしました。なんかユニクロって多分店舗だと S カラーとかだと思うんですけど、ウェブだったら XS カラーあるので、なんか小柄な方だったりとか、サイズ感ちっちゃい方がいいなっていう方はネットで買うのがおすすめです。私もこれはネットで購入しましたっていう感じでカーディガンでした。じゃあ次行きたいと思います。で、お次もですね、じゃじゃーん、こちらもカーディガンです。これはザラのカーディガンなんですけど、これはまたちょっと編み方が全然違ってて、このなんか鍵編みというか、ちょっと手縫い感があるというか、この編み目がしっかりしているのがすごく好きなので買いました。これ実はね、黄色なんですよ。白っぽく見えるんですけど、薄い黄色で、こういう色味のカーディガンを持ってなかったのと、まあ、これはカーディガンやけどニットカーディガンなので、ニットっぽくもなるしなと思って買いました。これの着方はですね、ロンティーとか T シャツとかを重ねてもいいし、あとは素肌にこうちょっとタンクトップとか着て見えないようにして、素肌に着てこの時みたいな感じで、ちょっとデコルテを見せてあげてネックレスとかをつけるっていう着方をするのがおすすめです。なんかシャツの上とかから着てもいいし、本当に肉厚なので今からすぐ使えるし、春先でも色味がイエローっぽい色味なので、春っぽいカラーで使えるなと思って、長く使えるなと思ったので、分厚めのニットを購入しました。このちょっと肉厚なカーディガンもすごくお気に入りです。次はこちらのロンティーです。コスのロンティーを買いました。これはサイズは XS サイズです。こんな感じで薄手のロンティーになっています。で、私必ず、まあ、ニットだったりとか、さっきのカーディガンだったりとか、スウェットの下とかにこのロンティーを重ねるっていう着方をするんですよ。まあ、こういう見せない、こうね、こういうの見せるってなったら見えちゃうんであれですけど、そういうもの以外は重ね着をしてるので、白 T いっぱい持ってるんですけど、結構本当に毎日のようにいろんなロンティーを着るから、買い替えをするようにしていて、この春先はコスを着ようと思って買いました。 XS なんですけど、ちょっとサイズ感は大きめです。なので、まあ、ちょうどスウェットの下だったりとかから見えるちょうどいいぐらいなので、サイズ感としては小さめを買うよりかはちょっと緩い感じの方がおすすめです。私の白 T のこだわりはですね、ここの首周りのこのリブの部分っていうんですか、ここがしっかりあるやつが好きです。こういう感じで、で、ないやつもあって、ないやつだと重ね着をした時にスウェットから見えなかったりとか、何が見えてるのかちょっとよくわからない、ちょっと逆に肌着っぽく見えてしまうので、レイヤードさせるために着るためには
ここのね首周りがしっかりしているものを選ぶのがおすすめです。でコスでその時に一緒に買ったあの半袖のニットがあるんですけど、バレンタインの着とったやつ、あれもコスなんですけど、ちょっと持ってくるの忘れちゃったので、またあの別のコーディネートとかで紹介したいと思います。じゃあ次行きます。お次はですね、じゃーん、こちらはキャバンのカーディガンです。こんな感じです。これまたカーディガンじゃないかって感じだと思うんですけど、さっきのと全然違うし、これはこれでずっと探してた感じで理想なのが見つかったので購入しました。これは色味はですね、黒でフリーサイズです。で他にも色味あったんですけど、私は黒でこういうのを探してたのでこれにしました。でさっきも言ったんですけど、やっぱり撮影の前とかはやっぱりカーディガンがすごく使いやすいので、いくつあってもいいっていう感じなので、いいものがあったらゲットしてるとたまたま重なってしまったという感じです。これの着方としては1枚で着ても可愛いし、ロンティーだったりとかシャツの上にあの重ねても可愛いし、ちょっと肌寒いなっていう時とかにアウターとしても使えるので、まあ、いろんな使い方ができるかなっていう風に思います。でこのこういう形のカーディガンって別にトレンドとかがないのでずっと使えるし、年中使える場面があるかなと思ったので買いました。これであの素材が真冬っていう感じのニットではないので、本当に春先とか、まあ、夏ちょっと寒いなっていう時とかも使えるので、パッと羽織るのにもすごくいいと思います。ボタンが真っ黒じゃないっていうのがまた好きなポイントです。はい、ではお次はですね、じゃーん、デニムを購入しました。こちらはアクネで購入しました。サイズは32でこんな感じです。なんかアクネっていっぱいデニムがあって、どれか欲しいなと思ってちょいちょい見に行っては試着してって感じだったんですけど、なんか私ってデニムがすごい好きなので、なんかこだわりがすごいあって、ここがもうちょっとこうだったりなとか、サイズがないとか結構続いてて、この間お店に行ったらあったので購入しました。これはですね、なんかこうアクネってスキニーからストレートからみたいな感じでこう太くなっていくまでいろいろ種類があるんですけど、スキニー、スリムストレートぐらいまではちょっとデニムにストレッチが入ってるんですね。でも私はストレッチ入ってるデニムがあまり好きじゃないので、こういう硬い生地の伸びないデニムを探してて、この形からその素材になるんですよ。一番細身でこうストレッチが効かないっていうデニムの種類になります。なんかこの色味がヴィンテージっぽい感じだったりとか、形がちょっと太い感じにはなるんですけど、そういうピタッとしたデニムよりもちょっと太めのパンツが欲しかったので購入しました。結構履いてるやつがクタクタになっちゃってサイズが緩くなっちゃってたので、もうデニムも買い替え時だなっていうのが何本かあったので、アクネを買ってみました。初めてアクネのデニムを買ったんですけど、すごい履きやすいし足が綺麗に見えるのでおすすめです。なんかあのデニムの選び方のコツとしては、ストレッチが入ってるとまあすごい過ごしやすいし楽ではあるんですけど、足を綺麗に見せるっていう意味ではコットンタイプのこう伸びないタイプの方が足を綺麗に見せてくれるので、選ぶ時のポイントにしてみてください。私はねそっちの方がやっぱあのヴィンテージ加工な感じもするので好きです。はい、っていう感じで最近の洋服はこんな感じでした。私はね結構もうあの展示会でオーダーさせていただくことが多いので、それをオーダーしてそれが届いてっていう感じなので、買ったものでよく感じなんですけど、オーダーしてるアイテムが届き始めてるので、それはねまたまとまったら別の動画で紹介していきたいと思います。じゃあお次はですね、こちらじゃーん、ヤング&オルセンのバッグです。これはパソコンとかもすっぽり入るサイズ感になっています。でヤング&オルセン時代のバッグはすごく欲しくて、もう結構3年ぐらいね悩みすぎやろうっていう、まだ全然こうなかった時から見てたんですけど、この持ち手がこの肩までねかけられないので、ずっとこう持つことに対して悩んでて、どうしようかなみたいな。で結局他のバッグを買ったりっていう感じで後回しになってたんですけど、最近やっぱりパソコンを持つことが増えて、お外でパソコン触ることが多いので、どうしても大きいバッグが必要になってきて、私結構ミニバッグハンダーなのでショルダーとかに入らないので別のバッグを持ってっていう感じだったんですけど、なんかやっぱカジュアルになっちゃうじゃないですか、トートバッグとかだと。だからすごくそれでカジュアルになりにくく洋服に合わせやすいのを探してたら、やっぱこのヤングオルセンが使いやすいかなと思ってこれを買いました。ずっとネットで見てたんですけど、色味やっぱり実物で見たいなって、結構セレクトでも置いてあるところが多いので探してたら、ロンハーマンに行ったらこの白を見つけて、春っぽいし真っ白って逆に持ってないなと思ってこれを
買ってみました。色味がねカラフルでいっぱいあるので、形もいっぱいあるので結構おすすめです。じゃあ次はですね、まあ、コスメというか、まあ、小物たちを紹介していきたいと思います。まず一つ目はこちら、アルジタルのグリーンクレイペーストです。これは顔全身用で、天然由来成分 100% なんですよ。でオーガニックブランドで、アルジタルのペースト自体は何回か使っていて、私はミニサイズを使っていて、他にもあの顔だけ用 の, あのペーストだったりとか、あとはパウダー用のね他のブランドのものとかいろいろ使ってきたんですけど、アルジタルのやつはもう首から下のこの全身使えるからいいなと思って、まあ、なくなったので買ってみました。大きい方をコスメキッチンで、なんかパウダーのやつとかこのもっとミニのやつとかいろいろお試し用とかもあるんですけど、パウダーのやつを使った感想は、まあ、ちょっといちいちこうやるのがちょっとめんどくさい時もあるなっていう感じがするので、チューブタイプだとすごく楽なのでこれはすごく使いやすいです。クレイはですねくすみだったりとか黒ずみを取ってくれて、結構お肌を、ね、明るく見せてくれるので、私はあの週に 1-2 回とかのペースで使うことが多いです。でもこれは毎日使っていいみたいなので、私が持ってるやつとかは毎日じゃなくて、まあ、スペシャルケアのやつが多かったんですけど、毎日のケアとしてもおすすめです。なので今日からこっちを使っていきたいと思います。じゃあ次はですね、なんかパーカーっていうあの代々木上原にあるお店があるんですけど、そこのお店、ここねお店があるんですけど、ここでしかお取り扱いのないアイテムとかがあって、小物だったりとかで、私アイスを食べに行ったんですけど、アイスをテイクアウトしようと思ってマネージャーさんとね行ったんですけど、そしたらなんか小物を見てしまいまして、すごく素敵だったので買ってしまったという感じです。じゃあ購入は2つあるんですけど、1つ目はですねこちら、これはキャンドルです。こんな感じで、もうめっちゃくちゃいい匂いなんですよ。これはものすごくいい匂いです。これはですね ポルトガル語で、なんちょっとこうちょっとビちょっとさっき発音のやつやったんけど、ちょっと難しいからあんまり読まんとくわ。はい、こちらのはい、こちらですこちらのはですね、ポルトガル語で旅行を意味するそうです。で、リスボンの美しい穏やかな街をイメージして作られました。ココナッツ、オレガノ、イチジクの組み合わせは爽やかで霞がかった夜をイメージしております。休日や就寝前のリラックスにおすすめの香りですって書いてあるんですけど、本当にね、こんなにたくさん種類があって、私はこの香りにしたんですけど、マネージャーさんはね何にしてたかな、ちょっともうちょっとウッディな香りを選んでました。で、ここのあのキャンドルのブランドはですね、ロンドンのブランドなんですけど、これが日本でお取り扱いあるのはこのパーカーでしかないっていう風に言っていました。ソイキャンドルって書いてあるんですけど、大豆でできているキャンドルになってるので、ビーガンキャンドルになっています。はい、でもすごくいい香りで癒されるので、これちょっとみんなに見せてから使おうと思ったのでまだ使ってないんですけど、今日から使いたいと思います。じゃあ次はですねこちら、同じところで買いました。これは香木です。パロサントっていう南米ペルーの香木なんですけど、これを1本取ってライターをつけてこうやってやったら煙がポポポポポって出てくるんですけど、その木がこう燃えてる間だけ香りが充満するという、ものになっています。これはねペルー政府より許可された地域から採取された自然に倒木した天然のパロサントを使用していますって書いております。なんかすごい甘めの香りで、なんかもっとあのリフレッシュできるような香りがいっぱいあったんですけど、まあ、直感的にこのウッドを香った時に、あ、今は私はこれの気分だと思ったのでこれを買いました。甘みがあるんですけどリラックス効果があり精神を落ち着かせるので最適ですっていう、まあ、浄化する方もあったんですけど、私はこのリラックスの方を選びました。で、これをですね、まあ、こういう感じで1本ここをライターをつけて、それをね置く用の板も買ったんですけど、このトレイも買ったんですけど、こういう感じで置いてポーって煙が消えるの待つっていう感じですね。まあ、あのおうち時間がまた増えているし、おうちにいることが多いので、まあ、少しでもリラックスできるようなものが欲しいなと思ってこれを買ってみました。マネージャーさんもお揃いで買いました。なのでこれとかこれとかおうちで過ごすのにリラックスするのにおすすめです。
はい、ということで今回は最近の購入品を紹介してみました。本当に直近で買ったものから少し前のものもあるんですけど、なんか買うものをね参考になれば嬉しいなと思います。また購入品はですねまとまったら紹介しようと思うので楽しみに待っていてください。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ。